ご来場の皆様、大変お待たせをいたしました。ただいまから2013年シーズン阪神タイガースホームゲーム開幕セレモニーを行います。それでは両軍監督、コーチ、選手の入場です。まずは中日ドラゴンズ、コーチ、近藤真一、今中慎二、長谷部豊、彦野俊一、井上和樹、渡辺博之、吉村和彦、続いてベンチ入り選手をご紹介いたします。投手岩瀬仁紀背番号13、岡田俊也背番号21、大野雄大背番号22、武藤優太背番号25、山井大輔背番号29、田島慎二背番号45、小熊亮介背番号64、高橋明文背番号67、小林正人背番号69、捕手田中大輔背番号58、内野手野々上直道背番号1、山崎武背番号7、中田良次背番号50、マット・クラーク背番号60、外野手平田良介背番号40、松井裕介背番号56。そして監督は高木守道監督です。それでは続きまして中日ドラゴンズのスターティングラインナップをご紹介いたします。1番センター大島洋平背番号8、2番セカンド荒木正弘背番号2、3番サードエクトル・ムナ背番号0、4番レフト和田和弘背番号5、6番ショート井端弘和背番号6、6番ファースト森野雅彦背番号30、7番キャッチャー谷重元信背番号27、8番ライト藤井敦史背番号4、9番ピッチャーブラッドリー・バーゲセン背番号42、
続きまして阪神タイガースです。コーチ黒田正宏、吉武春樹、中西清輝、山口隆、水谷一夫、関川浩一、高橋光信、久慈照義、山脇浩二、山田達彦、伊藤敦則、続きましてベンチ入りメンバーをご紹介いたします。投手藤原正則背番号15、安藤優也背番号16、福原忍背番号28、久保康智背番号34、鶴直人背番号46、川崎祐介背番号62、加藤浩介背番号63、キャッチャー日高武史背番号37、小宮山真嗣背番号39、内野手関本健太郎背番号3、新井隆弘背番号25、佐賀和志背番号35、荒木文也背番号58、外野手檜山進次郎背番号24、伊藤隼太背番号51、俊介背番号68、そして我らが阪神タイガース監督は和田豊監督です。それでは阪神タイガースのスターティングラインナップをご紹介いたします。1番セカンド西岡剛、背番号2番センター大和、背番号0、3番ショート鳥谷隆、背番号1、4番ファースト荒井亮太、背番号32、5番ライト福留孝介、背番号8、6番レフトマットマート、背番号9、7番サードブルックス・コンラッド、背番号42、8番キャッチャー藤井明人、背番号50、9番ピッチャー能見篤史、背番号14、以上阪神タイガース中日ドラゴンズのラインです。どうぞ両チームの選手コーチ監督に盛大な拍手を皆様お送りください。改めまして本日の開幕セレモニーの司会進行を担当いたします、私 MBS アナウンサー馬野正幸です。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。